人間に証拠りもなくまた来た。させないよ。今度は僕がいるからね。<笑>助っ人というわけだ。あんたね、話は聞いたわよ。随分と暴れ回ってるらしいじゃない。どうしてだ。それが私の衝動なの。電脳空間にあふれる人間どもの衝動が私を突き動かす。様子がおかしいよ。 リナ、壊したい。壊したい。こんな衝動は欲望の赴くままに行動する。それが人間の本性。私、この電脳空間ごと現実世界を破壊してやる。愚かな人間どもよ。はあ、何それ。人のせいってこと？ 自分の破壊衝動なら自分で何とかしなさいっての。自分の行動の責任は自分だけにしか取れない。そんなこと私だって知ってるし。なんだと。あんた全然私たちのことも分かってない。だから軽っ。生意気な小娘が私を止められるものなら止めてみよう。 行くよ。 何度でも振り切ってやるわ。 くらえ。
ここで全員私のスピードについてくれと。とどめ？何それ、そんなの刺さないって。おのれ、情けをかけるつもりか。違う違う、言ったじゃん、じっくり話し合わないとって。だからさ、私としばらく一緒に旅でもしない？私もブイブイもまだこっちの世界にいるつもりだし。私が人間と旅だ。だって人間の嫌なところばっかり見ちゃったみたいだしさ。人間だからしばらく一緒にいれば誤解も解けると思うんだよね。それが本当に誤解である。もしこの世界でいいところが見つからなかったら、私たちの世界においで。おお。いいだろう。その代わり、人間のいいところが見つからなかったときは。オッケー。じゃあこの世界を見学しよう。どこから行こうかな。話を最後まで聞け。出発。待ってよリナ。それじゃあ僕たちの力が必要になったらいつでも呼んでよね。そうか、おそらくスレイプモンは実際は駆け巡っていただけで被害は出ていない。何かをふっ…しかし篠宮里奈という娘、いや彼女についてともあれ、アルフォース V ドラマは得難い戦力だ。ミカグラミ…そうだ、彼女のために新ブレンドを開発するとしよう。なんだその微妙な顔は。彼女が私のコーヒーの味を介さない。今まで秘密にしていたが、彼女は私の創作活動のよ、私の四大傑作レシピの一つ、カツオだしとバルサミコ酢ブレンドは彼女の。なかなか順調にロイヤルナイツを仲間だが、ドゥフトモンもこちらの動きは承知しているはず。おお、伊達くんからの通信とは珍しい。おい探偵、今度は浅草に例の化け物が出たらしいんだ。私たちは今そっちまで手が回らねえ。よそ見、うん、今ので依頼をしたつもりなのか。これじゃあまるでゴタゴタのせいで契約周りが曖昧になっているようだ。
経営としては例の化け物。いっさ、君の出番だぞ。場所は浅草。
ダメだよ。行くぞみんな。
ダメだよ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。you
何しに来やがったんだ。ちっ、厄介だな。Thank you.
君がいてくれてよかった。そこで見てろ。こんなことができちまうんだぜ、俺。これがスエドウがくれた力だ。食ってやる。もっともっと食ってやる。哀れな。誰だ。奇妙な気配を感じて来てみれば。お前はもはや。それがどうした。人間のままじゃダメだったんだ。そうか、ならば邪魔をするな。たとえ友人でも、その行為が友をさらなる闇へと突き落とすことにな。ごたく並べてないでさ、来るならさっさと来い。てめえを食って強くなる。ロイヤルセーバ今の俺じゃあんたにはまだかなわねえ。もっと、もっと食らってから出直させてもらう。逃がさんぞ。このままのさばらせ。おっせ。ねえねえ、今どこ？ゆうこっちが作戦会議したいから中野に来て。ちょっと顔色悪いけど、なんかとにかく事務所に集合ね。くロイ、エグザもドゥフトもユナスも、そしてロ。なんか名前だけでつ。ねえオメガモン、この中に味方してくれそうなロイヤル。ああ、奴らを味方に引き入れるのは無理だ。そっか、じゃあこのメンバーでやるっきゃないか。でも
でもお台場にドドーンと居座ってるエグ、もしかするとロードナイトモンも、え、そうなの？どうしてわかっちゃうの？ひょっとしてリエさんの端末を追跡したらお台場で IP を確認できた。それがロードナイト、いや、ロードナイトモンである可能性は、暴走状態にあるエグザモンは彼らにとっても無視できない存在だ。何らかの手段を行う。だとするとエグザモンは我らロイヤルナイツの中でも最後、何としてもロードナイトモンの動きを阻止しなければ。では今こそ味方についたロイヤルナイツたちの力を借りるべきだろう。そのようだな。私が協力を要請して。そんじゃ決まり、みんな揃ってレッツお台場だ。え、あの具体的な策、そうだね、今回は。なるほど、各自の判断で臨機応変にということだな。さすがのキア。そうかな、やっぱそうかな。バカっぷり。君たちが納得する作戦で私は事務所からサポートする。作戦の性質上非戦闘員は。よし、作戦会議終了。はい、その前に話があるって。嘘。デュークモンが彼、人間を理解しようと言っていた。デュークモンが刃を、彼の身によほどおぞましい変化が。悪魔、あのダメなイケメン、略してダケメンだ。殴ろう、一人一発ずつぶん殴ろう。そうすり、あ、オメガモモだよ、全力で一発ね。ノキアが望むとあらば渾身の一撃を見る。だがここはまずお台場に向かおう。エグザモンをロードナイトモンの手に渡してはな。っていうかオメガモン、やっぱ次からは通信で参加しようね。ああ、承知。人間をより深く知るため、いつかノキアが言っていたカフェで無理を言ってすまなかった。うん、いいの、君の。ノキア、君は。まあね、アレカップの膨らみ。Thank you.